3拍が4拍、3連が4拍、ちょっと変わったリズムの曲ですというので、チャレンジしてみたいと思います。
ソンの Forever Yours という曲を聴いていただきました。ウェンディ・モートンといえば、ですね、デイビッド・フォースターというプロデューサーがいるんですけども、デイビッド・フォースターが、デビューさせた歌手の方で、デビューの当時は結構盛り上がってたんですけど、最近全然聞かないなと。ね、聞かないよね。よくやりましたね。私、ライブを見に行ったことが実はあるんです。スペースゼロって知ってますか？そこでやった時があって、本物を見ました。一番前の席でした。っていう懐かしいことを思い出しました。はい、Forever Yours を聴いていただきました。ここからはちょっと大人っぽい曲をですね、ゆっくりとした曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。Oh,
はい、では、オンサックス、ムトシク兼。はい。
ね、行けてないので、ね、あのそれがもう満足できる。プロレスを見に行ったり、競馬場とか来たりして、トンと行ってないので。トンと行ってない。そっかそっか、競馬場もね。はい、競馬場行きたい。なるほど。プロレスと競馬行きたい。はい、サックスも年下です。オンギター、よし、あつし。あんまり考えてないんですけど、あ、リアルに行きたいのはあれですね、マスク外して絶叫ライブ行ってサウナに行きたいんですよ。もうこの息苦しいのやめたいですよね。本当にその通りだと思います。絶叫ライブ、ね、のサウナ、その後のサウナいいですね。はい、ギター用意してます。マイクありますか？ない。オンドラムス、石川智也。コロナが明けたらロサンゼルスに行きたいです。おお。何しに？ジェフ・ポーカルの墓参りです。そうですね。あの、彼はジェフ・ポーカルを本当に本当に大好きで、ね、いろんなイベントをやられたりとかしています。はい、オンタイム石川智也。オンベース青木みのぶ。どうしようか、どこに行きたい、いろいろありますけどね、ね、ロサンゼルス行きたいって言った、はい、僕はね、香港行きたいな、もう一回、十何年前から行って、ヤムチャが美味しかったら、また食べに行きたい、それだけ。食べ物ね、はい、海外に食べ物美味しいですよね、はい、香港は美味しそうだな、お茶とかね、はい、オンベース、青木のるです、はい、キーボード、そしてコーラス、清吉めぐるです。はい、この番順番まで誰も言わなかったんですけど、まあ、あの毎年この時期は八ヶ岳というところでですね、ライブをやっておりましたが、今年もちょっとスキップしてしまいましたので、ぜひ、まあ、来年こそは八ヶ岳の涼しいところで演奏したいなと思っております。はい、よろしくお願いします。忘れちゃいけない、八ヶ岳ミュージックジャム。キーボード、清志美子です。そして、パーカーソン、コーラソン、ダンス、坂詰めになるので、お願いします。そうですね、いろいろありますけど、さっき陽地さんがサウナって言っていて、そうだ、スパに行きたい。あ、なんかよく行く人がいるんですけど、一緒に。もうコロナになってから全然行ってないので、なんか今いろいろあるじゃないですか、温泉のようなスパのようなみたいな、行きたいなっていうのと、あとは本当にただただ飲み会をやりたい。飲まないけどっていう感じです。はい、そうですね、飲み会やってないですもんね、大人数では。そうです、そうです。はい、はいはい、というわけで、コーラスのパーカッションのダンス、みなこさんです。ボーカルをやらせていただいてます、みつこと言います。よろしくお願いします。私はですね、ナパに行きたいでしょうね。でしょう、ナパ、ワイン、ワイナリーがあるんです、ナパに。で、一昨年、去年じゃん、3年前と4年前かな、まあ、2年続けて行って行ったんですよ。ゴールデンウィークぐらいの時期に行ったんですけど、めちゃめちゃ気持ちがいいんですよね。風がカーッとしてて、青い空と、なんかオリーブとかがさやさやさっとなってて、そこでこうやってワインで飲むっていう、本当に本当に気持ちいいんですよ。なので、もうまた行きたいなと思っております。絶対行ってやる。行ってらっしゃい。行ってきます。というわけで、ボーカルは水子です。よろしくお願いします。では次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、ちょっと、まあ、これまでの曲とはまた全然違う曲で、ちょっとジャズっぽい、ジャズっぽいのに挑戦してみます。よろしくお願いします。And so
のシンクロニシティという曲を聴いていただきました。ケリン・レトーというジャズ歌手の方がカバーしているバージョンでお送りいたしました。この次の曲も、ポリス・スティングつながりで、スティングの曲を聴いてください。よろしくお願いします。Oh,
ございます。ここからは、皆さんにももしできたらで結構なので多分ですね知ってる曲がいっぱい出てきます。踊っていただければと思います。次はダンシングタイムです。よろしくお願いします。